こんばんは、三輪忍です。今回の問題は、トドさんの、儚く燃えて。問題は、事件の真相は何か。2019年7月7日、PM7 時20分。僕は町の七夕祭りへやってきた。めいっ子たちは浴衣姿で、イカ焼き屋の屋台で並んでいた。ハイボールのグラスを傾けて、人いきれと屋台から立ち込めるいい匂いをしばらく堪能していた。近くでは地元のラジオ局が公開生放送をしていた。いつも不快に感じていた喧騒は非常に心地のいいものであった。唐突なビル風が通り過ぎた。短冊が一枚流されてきた。七夕に最高の思い出を歩み。おい、聞いているのか。刑事に叩き起こされて、酔いが回った頭を無理やり起こす。人が死んだというのに、のんきに寝てるんじゃない。周りを見渡すと、先ほどと何ら変わらない風景だった。時間は夜の11時。姪子たちが心配になったが、刑事たちによって身動きが取れない。同じように近くに男女3人がいた。あいつはどうした？大丈夫かな？落ち着け、それより。刑事が僕たちのアリバイを聞いてきた。僕は酔いが回っていたため、事件の概要に耳を傾けた。七夕祭りに遊びに来た学生グループの一人、花咲あゆみが毒殺された。ビールジョッキに何者かが毒物を入れたようだ。倒れたのは10時40分くらい。近くにいた僕たちの中に犯人がいると警察は判断している。死体の人差し指は僕を刺しながら倒れていたそうだ。松原啓太。死んだ彼女とは同じ教育学部の友達、いや、彼氏です。飯島です。彼女とはバンド、クラプスを組んでいます。青柳遥です。飯島くんと同じです。これ以外にも彼女が倒れる10分前、このグループの一人が飲みすぎにより救急車で近くの病院へ搬送された。その時スマホの着信音が鳴った。すぐさま確認したが自分のではなかった。飯島が出る。菊池は無事だそうだ。純のやつ毎回毎回悪乗りしやがって。安堵した表情の一同を刑事は咳払いで現実に戻した。僕は軽く自己紹介をして、酔いつぶれて寝ていただけと主張した。ボタン、ビールを持ってきた時に目を離したりした？いや、それはない。近くのたこ焼き屋で買って木口にすぐに渡したから。飲み差しの5つのビールジョッキが彼らのテーブルに置かれていた。飯島が運びながら入れるのは無理だ。入れるとすれば飲む直前の可能性が高い。また、松原はビールが運ばれた時、車を近くの駐車場に移していた。青柳はトイレにいたことは分かっていた。今ここにいない酔っ払いに毒を入れることはほぼ不可能。そうなると。君はずっとここにいたんだよね。入れるチャンスがあるのは君だけだな。僕はずっと寝てました。虚しい自己弁護を響かせる。その時音楽が流れてきた。被害者の iPod からだった。どうやら音楽を聴きながら死んだらしい。苦しみ出した時、iPod の操作をしていたとトイレ帰りの青柳が証言した。失礼しました。流れた曲の名前は花火だった。遺留品を保存するとき、間違えて鳴らしてしまったようだ。数分後、僕は答えにたどり着いた。問題、事件の真相は何か。以下は僕の推理。毒はおそらく菊池が倒れた時だろう。毎回悪酔いする彼の行動を知っていることから、犯人はグループの中にいるのは間違いない。グループのメンバーはあれに関連している。犯人はあの人。被害者の指はあれを表していた。そう考えるとあの矛盾も解決できる。それでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。